パーリスタのチャネリングメッセージ。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。パーリスタです。この番組は、チャネリングメッセージといって、高次元の存在からメッセージを、受け取りお届けしていく番組です。高次元というのは神様や、仏様、あとはご先祖様ですね、はい、の見えない存在の方のことを言います。で、私の番組ではその、高次元の存在の方からタロットカードを通してメッセージを受け取りお届けしていきたいと思っております。はい、それではですね、本日の、出演していただくカードさんなんですけれども、はい、いつものネフェルタリさんと、はい、あとはエンジェルアンサーさんと、はい、あとはルノルマンカードと、はい、で準レギュラーのホワイトヌーメンさんですね。はい、この4つのカードさんからメッセージを受け取りお届けしていきます。はい、この番組はですね、FM 那覇さんの YouTube でも公開しておりますので、カードが見てみたいって思った方はぜひそちらの方もご覧ください。では本日のチャネリングメッセージを、まずはホワイトヌーメンさんからもらっていきます。もう1月も、中旬も終わり頃ですね。終わり頃になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう1月はね、なんか本当に毎年長いっていう評判ですよね。うん、1月ってなんか終わるのが遅いっていう感じがするんですけど、1月が終わったらあっという間にね1年が終わるなって感じがするんですけどまだ始まったばっかりなんですけどね。はい、ではメッセージもらっていきます。はい、こちらと、エンジェルアンサーさんからももらっていきます。ネフェルタリさんももらっていきます。はい、はい、では見ていきたいと思います。お、テンペランス逆位置、ホワイトヌーメンさんですね。テンペランス逆位置と、これはバランスのカードですね。バランスを整えるとかそういう意味合いのあるカードです。でエンジェルアンサーさんがNot the right time、 今じゃないよってことを言ってますね。はい、とネフェルタリさんからクイーンオブソード逆位置ですね。はい、この3枚から感じたことがですね、この急ぎの決断っていうのは今じゃないよってことを言ってますね。そう、急ぎの何かね、せき立てられるようなとか、今これしなきゃとか、もう早くこの結果が見たくて早く行動しようとか、なんかそういったことがもしある方は今じゃないよって言ってますね。今じゃないよっていうのは、このバランスのカード逆位置も出てきているので、それをすることによってバランスが欠けちゃいますよってことを言っているんですね。バランスが欠けるっていうのはどういうことかというと、スムーズに回っていたような事柄が、まあ、そのバランスを書くことでそのスムーズじゃなくなるってことですね。うん、今までこうやってぐるんぐるんってこの綺麗に回っていたものが、この何か急ぐことによってそれがちょっと崩れてしまいますよってことを伝えていますね。でこれちょっと私にはまだ全貌が見えないんですけど、何のことを言っているのかってことをちょっともう少し聞いていきます。はい。あ、今ですね、このさっきの、ネフェルタリさんの「クイーン・オブ・ソード」の逆位置のねカードが言っていたんですけど、なんかこれちょっとクレオパトラに似てるなって思ったんですね、このクイーン・オブ・ソードさんがね、このクイーンさんなんですけど、なんか国ごとをするにも何でもこの吟味することは大切なんですよってことをなんか言ってきたんですよね今。でちょっとスケールが大きいなって思ったんですけど、この私のような一般人からするとどういう意味なのかっていうのがまだちょっと見えないので、今ネフェルタリさんからカードを出したのでこれでまず見ていきたいと思います。ムーンの逆位置ですね。あ、これから今感じたことが、何か不安に思っていることがあるとするじゃないですか。で何か不安に思っていることを早く解消したくて、急ぎの決断をするのは良くないよってことを言ってますね。うん、で、まあ、私だったらまあそうですね、まあ、子供の、ね、ことだったりとか。まあ、今私には長男が小学5年生の長男と小学2年生の次男がいるんですけど、次男の方がちょっと原因不明の頭痛でずっと今学校お休みしてるんですよね。うん、でもちろん親としてこのできる限りのことを病院に行ったりとか、まあ、カウンセリング受けたりとかいろいろやってるんですけど、なかなか良くならなくて、でちょっとこの私がよく行く龍神様のところに行って、でお願いしたんですよ。息子のこの病気っていうかこの頭痛を良くしてくださいと。でそのためだったらもう自分もどうなってもいいですみたいな、なんなら自分の寿命ちょっと削ってでもいいですみたいな感じのことをお願いしたんですね。そしたら本当にそれでいいのって答えが返ってきたんですよ。でもちろんそうじゃんって思って、当たり前でしょと思って、で全然いいですよみたいなこと言ったんですけど、でもよく考えたらこれは次男が乗り越えるべきことであって、私が命を削ったからってどうこうできる問題じゃないんですよね本来。うん、人それぞれいろんな試練を与えられて、自分の子供でもですね、親でも、兄弟でも身内でも、必ず何かその試練っていうかそういうのを持って生まれてきているんですよね。なのでこれはその次男が超えるべき問題であって、もちろん親としてサポートはしますけど、はい、なんか私が身代わりになって何かをするようなことではないんだよってことを、なんかこのことを通じて教えられた感じがしたんですね。うん、なのでもう今はもういろいろ自分のねできることはもちろんやってますけど、まあ、見守ることが最善策なのかなと思って、この子が少しでも一日でも良くなるように見守ることを今最優先しているんですね。うん、なのでなんかそのことを伝えているのかなって感じました。はい、もちろんその問題に対して、早く結果が出るとこっちも気持ちは楽になるんですけど、その、それも自分にとっての試練なんですよね。さあこのことが起こって自分は、どうじっくりこの腰を据えてこの問題と対峙していけるかみたいなね。はい、で、じゃあこれですね、今そのように今言われてるんですけど、この不安に思っていることを急いで結果を出さないでねみたいなことを言ってるんですけど、じゃあ。じゃあいつ頃それが良くなっていくのっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。出ましたね。はい。で1枚もらいます。ジャンピングで出て下に落ちたのでこれもらっていきます。あ、なんかあと1枚落ちたのでこれももらっていきます。3枚ですね。はい。お、じゃあ3ですね。はい。3。太陽のカードです。お、あとですですね。です。死神のカードですね。はい。と、あ、これどっちも正位置です。で、ナイト・オブ・ペンタクルスの正位置ですね。はい。この3枚から感じることは、なんかあなた次第ですってことをなんかね、言っているなって感じたんですけど、自分がその不安に対して、心を決めた時っていう、のをすごく感じるんですよね。ちょっとすごい漠然としているなっていうのを感じたんですけど、で3が出たので太陽のカードですね。太陽のカードが出たのでこれ結構すごいんですよ。うん、タロットカードって78枚あるんですけど、その中でも1位2位を争うぐらいのいいカードが正位置で出てきたので、はい、うん。なんかそんなに遠くはないのかなって感じがしました。で、なんかね、ちょっと遠いんですけど、あと、どっちだよって感じですよね。夏かなって感じもしました。3って出たので、なんとなく夏っていう、感じがしたので、長引く方は、まあ、夏頃かな。夏頃までには必ず解決しているのかなって感じがします。うん。で、です。とナイト・オブ・ペンタクルスなので、どちらもちょっと動きの遅いカードって感じがするんですよ。うん、なのでやっぱじっくりね焦らずこの問題とあんまりね頭を悩ますこともないかなって思うんですけど、もちろんそれぞれ人によってはいや苦しいんですけどって方もいらっしゃると思うんですけど、あまりそこにとらわれすぎちゃうと、その何て言うんですかね、この負の感情のオーラにちょっと引っ張られちゃうところがあるので、うん、なるようになるなとか、今はちょっと片隅に置いてもっと大切なことに目を向けようとかね、うん、そういう視点の変換みたいのがあるといいのかなと思いました。はい。ではこの辺で1曲、曲をお届けしたいと思います。本日はですね、私の大好きグリーンデーの、ビリー・ジョー・アームストロングさんの「マニック・マンデー」です。ビリー・ジョー・アームストロングでマニックマンデーでした。はい、それでは本日のチャネリングメッセージの、おさらいをしていきたいと思います。まずはホワイトヌーメンさんからテンペランスの逆位置と、エンジェルアンサーさんからナット・ザ・ライト・タイムと、ネフェルタリさんからクイーン・オブ・ソードの逆位置が出ました。でこの3枚のカードから感じたことが、急ぎの決断は今じゃありませんよってことを伝えてくれていました。この急ぎの決断をすることでこの、バランスが崩れちゃうよってことを伝えてくれているのと、この何か大きな決断をする時っていうのはやっぱじっくりね考えた方がいいですよってことを伝えてくれてます。はい、でじゃあどういうこの決断すべきことっていうのは何なんですかってことを伝えたら聞いたら、ムーンの逆位置でしたね。でムーンっていうのはこの不安ですね。不安からこの急ぎの決断をするとなんていうのかな、大切なものをなかなか得られにくいですよってことを言っていましたね。そう、自分の不安に駆られても早く何か急ぎのね対処とかそういう決断をしようとするとなかなかいい判断ができなかったりするんですね。はい、なので、急ぎの決断はやめましょうってことでしたね。じゃあその不安に感じていることの問題っていうのはいつ頃良くなっていきますかっていうのを聞いたところ、太陽の正位置が出たので、遅くとも夏頃かなって感じがしました。はい、で早い人はねもう少し早いかもしれないです。暖かくなってきたらっていう感じもしたので、沖縄はもう3月ぐらいから暖かくなりますよね。今1月の段階でももうねそんなに今年は寒くはないんですけど、ムーチーがまだだからかな、ムーチーがまだだから寒くないのかな。2月頃はもしかしたらもうねすんごい寒いかもしれないけど、うちは全然まだ暖房すらもうつけてない状況なんですよね。はい、なので、ちょっと暖かくなってきたらっていう感じと、私はなんか一番ピンときたのは夏かなって思いましたね。はい、で先ほどね私の、息子の話もしたんですけど、なんか私の息子のことも解決するのも夏ぐらいなのかなってちょっと感じましたね。なんかこれに便乗してじゃないですけどはい、で、デスのカードとあとナイト・オブ・ペンタクルスのカードが出てきたので、この2つからねなんかすごく動きが遅いよというか、このじっくり行きましょうっていうのをすごく感じたんですね。でですっていうのは何かが終わって新しい始まりがありますよっていうカードでもあるので、必ずこの問題は解決しますってことを伝えてますね。ですがドドンと真ん中に正位置で出てきたので、これはもうなんか間違いないなって感じがしました。はい、なんか分かりやすくね伝えてくれたなーって感じましたので、ナイト・オブ・ペンタクルスの正位置もちょっと動きの遅いゆっくりカードなんですね。なので、この大事な問題というのは不安に思っているっていうことは、急ぎなんか焦って決断せずに、じっくり考えてその時を待ちましょうってことを言っているのかなと思いました。はい、ではですね最後にネフェルタリさんとエンジェルアンサーさんからもちょっとメッセージをもらって終わりにしたいと思います。はい、出ましたね。はい。はい。ネフェルタリさんから2枚めくれたので見ていきます。はい、ワンドの3の正位置とペンタクルスのエース正位置ですね。うん。なんかワンドの3のこのカードがですね、なんか勝利のあれなんていうんですか、リーフみたいなやつ、クリスマスリーフみたいなやつがあるじゃないですか、なんか勝利した人に贈られるみたいなこの絵柄とね、うん、何かご褒美みたいなのもらってるんですよね。なので必ずね、やっぱちゃんとそれは成功に、うん、導かれているし、でお金の心配いりませんって言ってますね。何かこのお金だったりお仕事だったりっていうことで不安に思っている方がいらっしゃるのであれば、本当にこれは大丈夫ですって言っていますね。なんか太鼓判を押された感じがします。大きなコインがね、ドーンと絵柄がね描かれてるんですよ、うん、なので大丈夫ってことを伝えてくれてますね。はい。でエンジェルアンサーさんなんですけど、Within the next few weeks っていうカードが出ました。で、これは、次の数週間以内ってことを言ってるんですよ。なので、解決するのはもしかしたら、暖かくなった時期ね、夏頃とか、まあ、春頃とか、それぐらいになるかもしれないんですけど、数週間以内ぐらいでちょっと動きがありそうですよってことをなんか伝えてくれてますので、うん、なんか、自分で焦らずにその結果を取りに行こうとせずに、その時を待つと自然にこのことが流れてくるのかなってことを伝えてくれてますね。うん、はい。なので動きがあるまでちょっとねやきもきするかもしれないんですけど、気持ちを落ち着けて、なんかいい話とか何かきっかけになりそうな話っていうのが、うん、届くのを待っていただくといいのかなと思いました。はい。それでは今回のチャネリングメッセージは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。何かピンときたことや気づきがあると幸いです。メッセージは必ずしも受け取らなくても大丈夫ですよ。今後のあなた様の日々に光が差していくよう願っています。ありがとうございました。